対戦相手の旗が見つかりました。やべ、めちゃめちゃ眠いな。で、お相手のパーティーがこんな感じですね。ちょっとな、あいつが、ガラガラがめんどくさいっちゃめんどくさいけど、まあ、プテラとかいるし大丈夫だろうな。マリルリがめんどくさいか、でも、あと。マリルリはデスカーンではめに行くか。デスカーンは今回結構刺さってるんでありですが、あれだよな、あいつ、ウルガモスの存在が気になるところ。ガラガラ、あれもガラガラあいつ鬼火入んないのか。嫌 だな。ケンタロスから入りますかね。こいつから入って、え、プテラはかなりガンモスに強いんで出していきたい。ラスト1匹。これ言ってきついのは、ケンタロス一度しか自信を覚えてるんで、ガラガラは多分大丈夫っちゃ大丈夫。強いて言えばマリルリが重たいよな。デスカーンで行くか？デスカーンはゲラにもそんなに弱くないけど、イルフンでもいい。デスカーンで行くか、でも。デスカーンそんなに悪くないと思うんですよね。これ行ってみますかね。はい。では対戦よろしくお願いします。リーフィアが結構 B 高いからな。なんかよくわかんないリーフィアが来ると詰むかもしんない。誰でも倒せないみたいな。ケンタロスから入って、相手はマニューラー。これはある程度考えた。ケンタロス威嚇なんで特性 A を下げてプレッシャー、まあまあ餌も上げてみるんですけど、威嚇で A 下げられるっていうのと、まああと相手があるんですが、どうだろう。まあでも他も相手だな。だなぁ、ケタグリとかもあるからな。引いてきた、ここで。誰に引くんだ、ギャラか。おいおい、ワイボー押せばよかったな。で、こっからワイボー押しても実は遅くないとかありましたね。ワイボー読まれそうな感じもある。お、通った。4倍付けるけど威嚇入ってるからな。どうだろう。あ、さすがに落ちるか。いいね、こいつは美味しいぜ。はい。またケンタロスが消耗しちゃったのもあるな。威嚇残したいから一応引っ込めますかね、マニューラーが来たら。ケンタロス技範囲まあまあ優秀ですからね、マニューラー。まあ、畑があるけど、一旦デスカウン捨て気味なゲームもありかもしんないな。こいつ B タが高いから。引いてきた、誰に？ガモスか。これはめんどくさいな。瞑想合戦勝てるか。いや無理だろうな。勝てるかな。いやこれは無理があるでしょ。プテラで、まあ、一応プテラこっから岩技が関してるから。ガモスどうだろう、これ。どんだけ吸ってんだろう。まあでも一応だけガモスのメイン技は両方とも半減以下なんですよ。見技っていうのはタイプ1技超まいいのと、あとはなんか S をちょっと下げてるやつであれば、メカプテラであれば抜ける可能性があるといったところ。頼むプテラ、お前を信じている。ここはイバナ誰。まあ、ただね、S を抜いたりとか技一発されたりとかしても、イバナ誰という技を外す可能性がありますからね。プテラちょっとこいつ耐久信用なんねえからな。1枚積んだガモスのホルモ Z とかでも普通に死ぬかもしれない。さすがに舐めすぎか。でもこいつの待機はマジで信用なんないからな。多分抜いててくれ、プテラ。モンジじゃさすがに落ちないっしょ。これはさすがに。え、危な。急所がびっくりした。そこまで弱いかと思った。さすがにそれはないよな。あ、助けか。いや、ディスカーンいるし。多分なんとかなると思う。ここはアイアンヘッド。いや、そんな回復しない、そんな回復しないからいいね。いや、そんなに悪くないと思う、多分。タスキがこいつなのは、ある意味朗報。マニューラがタスキじゃないってことだから。デスカーン、Z でもないし、デスカーンなんか特防もまあまああった気がしないで、いや、どうだっけな、焦っちゃった。なけど、一発ぐらい耐えてくれるっしょ、こいつだったら。
頼むデスカン。あ、まあ文字かわすでもいいよ最悪。いやギガトレじゃさすがに、まあ、デスカン、いやこんな入んの。でもこれさどうだどうだこれ落とせるか。思ってる入ったな。ギガトレイン倒せ。え、これ積んだ。待って考えろ。いやシャドウボールしかないでしょ。これ文字かわすしかない。ギガトレインバック押してきやがって。デスカンなめんなよ。頼む頼む、デスカン急所でもなんでも。これ負けか。マジか。あの交換読み交換が全てだったか。いやまだ諦めるな。なんか 何か起きれ、何か起きてくれ。 Z は打たなくていいや。何か起きろ。自信くー。交換読み交換が全てだったか。本当にささめき。あーもう対戦ありがとうございました。どうしようもなかった。ちょっと最近思うことがあって、マイナーポケモンを使うのってちょっと逃げかなということに気づきましたね。まあいろいろ使う理由はあるんですけど、なんだろうな、再生数が欲しかったりとか、あとはその中ポケ使っているだけだと飽きが来るとか、むしろね、いろいろ理由はあったんですけど、まあ、どんなにね、理由をつけても、やっぱり、ポケモンバトルっていうゲームは、勝ってこそだと思うんですよ。まあ、勝ってこそ、まあ、語れることとかもあると思うんですよね。なんで、ちょっと、もう遊びは完全に終了で、まあ、今日からはガチで最強トレーナーへの道を歩んでいこうと思います。で、相手のパーティーがこんな感じで、月光河が鬱陶しいですね。こっちも月光河から入ってやるっていうのが一個の手ですが、どうするかな。で、顎は詰めるとこがわからん。詰める気がしないので、まあ、いや、月光河から入ってテテフガルーラとかでいいかな。そんなに悪くはないと思う。これいきますか。はい、では対戦よろしくお願いします。で、相手の初手は、まあ、多分カバルドンか月光河だと思うんですけど、ガルーラを考えると月光河初手は少しやりたくないかなというところですね。カビゴンか謎なとこから来たな。カビゴンはちょっとあんま考えてなかったけど、どうすっかな、まあ、トンボ返りから入りますか。これは月光河読まれたのかな。まあ、ガルーラであればカビゴンにバンパンされることはないでしょう。多分あくびとかで流してきても一回月光が挟むみたいな動きもできるから、ここは一旦ガルーラノーマルポケモン初代ノーマル対決捨て身。おっと相手も捨て身、相手もっていうかこっちはまだ打ってないけど結構強え、結構強えな。目がせずに一旦猫でもいいな。カバルドに控えてめんどくさいっていうのと、おっと突っ張ってきた。はい、あ余計なことした感がある。まあとはいってももう一回猫魂言ってもあんまり意味なかったと思うけど、まあセミタックルで削りますか。リサイクルはね、グローパンチとかを考えてやってこないと思うんですよね。まあ、猫魂で押しちゃったからちょっとあれだけど、殴ってくると思うんだけどな、別に。リサイクルだとちょっとあんま美味しくない。で、ステミタックル。初代ノーマル対決負けそうだな。勝て。あくび。いや、これもいいや。ステミタックル打ったら自殺できるし、ステミでいいね。それ読まれてガルドバックが嫌なんですけど、ここ月光河に引く可能性もあるから、まあ、これでいいと思うな、うん、カビゴンの命と引き換えにガルダも死んでしまったけど、まあいいでしょう、うん、はい、
で、月光河でいいかな。相手が何を出してくるか分かんないけど。こっちは月光河。月光河まあまあ通ってますかね。相手も月光河か。ラストボマンダじゃないのかな。じゃ、トンボで削って、テテフ、まあ、ワンチャンテテフは月光河に勝てるんで、まあ、型によりますけど。うちの月光河スカーフ、最速スカーフなので、相手の月光河に抜かれる場合は、相手も最速スカーフで確定ですね。まあ、だそんなやつはあんまり、スカーフ月光河がそもそもそんなに多くはないから、全部は通る。これただこれは落とせない。はず。うん。ただもう何をしても落ちる状況なんで、ラストの一匹のポケモンを考えて技を押せばいい。で、ここはカプテテフ。水 Z とか押してくるかもしれませんね、もしかしたら。あ、押してきたな。水 Z は、はい。これは落とされるのか。まあ、激流、あれ変幻自在発動してたっけ。まあいいや。どっちでもいいや、もう。で、ラストは、おそらくだけど、まあ、カビゴいなくなってるしね、冷凍ビームでいいと思うんですよね。おそらくメガ進化枠のボーマンダだと思うけど、他なんかいたっけか。あ、ミミッキュの可能性があるのか。まあ、ミミッキュの場合どうせ無理なんで、冷凍ビームで壊せるしかないし、冷凍ビームで。でもね、あのこっちの月光が見た上で月光が入ってきてるから、多分だけどワンダじゃないかなと思ってんだけどな。でもそれはそれで相手月光が重すぎか。いや、月光が重たいからこそ初手カビゴンから来たという考えで合ってるはず。ではな、オッケー、読み通り。まあちょっと綱渡り気味な感じでしたけど、まあ、基本選出に、まあ、メガ進化ポケモンが入ってくるのは、まあ、ポケモンバトルの、まあ、上等手段というか、まあ、基本みたいなもんですからね。冷凍ビームで勝ちと。はい、対戦ありがとうございました。やっぱりチューパなんだよな。